仙台駄菓子、熊谷屋の指輪南京島は和菓子の一種で同名で全く異なるものが二つある。一つは江戸時代に道の国塩釜の菓子や越後屋が作った米粉と黒砂糖を練った菓子で仙台駄菓子に入って和南京、指輪、きな国市南京といった商品名で作られている。もう一つは東京の豆菓子や豆源が作るもので、 落花生に砂糖をかけたものである。本項目では、塩釜の南京刀について記す。越後屋は、宮城郡主村村出身の初代、越後屋喜三郎が塩釜に来て創業した店で、当主は、代々喜三郎を名乗った。塩釜に工業に来た南京の極芸師に南京刀の製法を教えられたという話もあるが、実際のところは不明である。ともかく、 江戸時代に南京島は塩釜の名物として同じ越後屋の朝緑昆布、と飴と共に知られていた。完成4年に書かれた塩釜の地史、奥塩地名集によれば、延響2年に江戸に登った越後屋木三郎は袖が先屋敷に隠居していた伊達吉村に朝緑昆布と南京島飴などを献上した。すると、吉村は、 南京島の作り方を江戸の菓子四パチに伝授し、代わりに牛飛島の作り方を伝授するよう指示した。こうして越後屋は牛飛島飴を作るようになった。この文面では南京島は南京島飴とも呼ばれる飴菓子と思われる。ただ、塩釜志士が再録した奥塩地名集では、この箇所が南京島島飴島となっており、これを信ずるなら、 南京島を飴とする根拠にはならない。明治時代の越後屋は南京島と書かれた大きな看板を掲げて営業した。当時の菓子事情を知る高市研究家の石橋工作によると、その頃の南京島には串型、和型、寄り型の3種があった。いずれも黒砂糖を米粉に練り合わせた菓子で、串型には 和三本をかけ、和型には砂糖をかけた。櫛型の南京刀は、櫛の刃の造形を描き、むしろ細長い半月型や、板金箱の断面の形というべきものである。和型は、輪っ子とも呼ばれた。越後屋は、大正の末までに廃業し、朝緑昆布、南京刀など越後屋の名物は作られなくなった。明治時代には、和型の南京刀が、 仙台でも作られて代表的な駄菓子になった。当時の輪っこは他の菓子を製造した後にできた菓子くずを玉砂糖で固めて作ったという。1960年頃に仙台駄菓子が伝統郷土菓子として確立すると和型の南京糖もその一つに入った。和南京、指輪などの商品名を付けられ仙台駄菓子に欠かせない人気商品になっている。 もち米に練り込んだ黒砂糖の風味がして柔らかで粘りのある歯ごたえを持ち噛むほどに味が深まる。原料にはきなこを入れたり香泉を入れたりで各店によって微妙に異なるようである。串型の南京糖を受け継いだものは石橋屋で売るち米を主原料にきなこを用いたきなこ串南京として作られている。ありがとうございます。